だから初めそのいろんなオーケストラの方に取材をして、はいはい、分からなかったんで、どういう指揮者がじゃあいい指揮者なんですか、あどういう時に分かるんですかと思った。入ってきてリハーサルで指揮台登る前の歩きに来た時に分かりますと。あの練習中です、お静かに。何や練習中かい。わしはまた騒音郊外測定中かと思った。頼むからそんな音わしの前で出さんといてくれ。なんていうんですか、特に指揮者は全人格的なね、うん、強さっていうか、そういうものが備わってないとなかなかこう一人一人がね、プレイヤーがそれこそ子供の頃は天才だって呼ばれたり ね、これは決闘なんや。おい、一人ではできない音楽の一番極地だと思うんですよね、うん、このオーケストラ交響楽っていうのは、うん、なんかそのことの意味みたいなことが、自分だけバイオリンだけだとなんか花形だけど寂しかったり、うん、メロディーも途中までだったりするのを一人でもかけるとそれができなくなる音楽っていうのを一番象徴するような、なんか中音の存在を、面白いな、より身で感じられる場として面白かったです。名前です。その同じ曲でも、あるいは指揮者によって、あるいは楽団によってね、違うんですよね。実際に何しろ聴きに行くとね、ほんといろいろ自分でね楽しめますよ。でそういう中でやっぱり我々この豊かさを前提として、もっともっと自分の人生っていうものを本当の意味で、その経済的にじゃなくてね、豊かにする。そしてそのことを糧として、また次の日から少し仕事で頑張ろうとかね、そういう回転がその一人一人の中で起こっていくと、もっといい社会になっていくんじゃないかなと思いますけどね。お父さんたちはその音を伝来って呼んでる。クラシックって聞くと、なんかちょっと咳しちゃいけないんじゃないかみたいな気持ちの人が、ちょっと踏み出せないという気持ちを持ってると思うんで、その半歩前にですね、映画館もうちょっと気楽に見れますので、うんうん、まずは入門編として、そんな気持ちで、あ、でも聞いてみると音楽としてこんなに面白いことがいろいろあるんだっていう、うんうん、なんかそういう妙な先入観を取り除ける役割ができたらいいなと。